今度は9番の阿部健二が短期切りまして、その上を8番の山崎明、赤番から行きました、8番の山崎、3番の竹澤浩二がマーク、そして短期9番の阿部は3番手絡んでいますが、3番手上田文宏を守った、6番の萩原大が4番手で、4番手と1が9番の阿部健二さばかれた、6番の萩原大は5番手です、4番の吉本哲郎は前からは6番手、7番の田中正は後方8番手、赤番次から全開先行です、8番の山崎明最終周回、そしてまぐり上げてくる4番の吉本哲郎、6番手からまぐり上げていますが、2番手から3番の竹澤浩二出ていくかどうか、2コーナーからバックで2コーナー番手発進です、3番の竹澤浩二マーク、1番の上田邦弘マグル、4番の吉本哲郎ですが2番手アウト1敗、そこからは5番の山田正明手引き展示でいきますが、先頭は3番の竹澤浩二マーク、1番の上田邦弘、その後ろ9番の阿部健二、4コーナーから直線で前3者の勝負は3番の竹澤がどうやら押し切っての V、 ありがとうございます。大役を任されたんですけど、振り返っていかがでしょう。いやもう自分の仕事だけしようと思って応援してくれたお客さんにちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、仕事並びなこういう並びなら仕方ないですよね。まあ番手、番手でも飛びついても吉本さんとかに幕張りになと思ったんで、はい、3番手かもうくれたらどっかに並走してついていけば2段階だと思ったんで、はい、まあ、あとはもう一曲だけだなと思って、はい、流れでは、3番手、4番手、はいはい、まあ、さっきあそこには行けなかったんで、はい、まあ、今日のようなレースは師匠が褒めてくれますか。多分褒めてくれるとは思うんですけど、はい、まあ、短期でここまでできたんで。山崎さん、本当に後輩頑張ってくれたおかげですね。短期の、阿部さんの動きというのは、はい、どういうふうに見てましたか。まあ、スタート取りに出たんで、9番、あ、4番は僕のところ来るかなっていうのはあったんですけど、それはもうしょうがないかなと、はい、まあ、地元の2人にちょっと進んでるわけですね。ただ前でね、あんだけ結構よく行ってくれた。そうですね、本当そのおかげだと思います、はい、次はあれですね、竹川さんの自力の優勝そうですね、最近本当自力での優勝があんまないんで、優勝できるように頑張ります、はい、そのシーンを楽しみに待ってます。